のぎついってプレゼンツ、のぎつアー、どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も長野県、大町からお届けしておりますのぎつアーですが、今日もお相手するのは私、東横名人と、今日も長野、地元からこの方です。はい、こんばんは、坂本です。はい、ということでこれ今いるのはこのね、地方にありがちな、ホームセンター、スーパー、ダイソー、いろんな店が集まっている大きなそのショッピングエリアを形成しているような、うん、もう田舎で一番便利なやつですよね、うん、そこに行けば全部揃うよ。やっぱりね、ホームセンターと、まあこれデリシアというのは長野では有名なスーパーなんですけど、で、松木用、ダイソー、ドコモと、うん、もうほぼほぼここで何もかも、横には82銀行もあるので、うん、あと必要なもんといえば、病院ぐらい。まあ、病院は多分ね、散髪屋もありますね。メディカルモールみたいなのがまたあったりするんですよね。多分あります。だからもうほとんど別に大町に住んでて、ユニクロぐらいじゃないですか。必要なのは、うん。まあでも、島村があればいいか。多分ね。まあでも本当にね、昨日もここでデリシアで、商業品と、それからホームセンターで菓子の薪をね、高いんですけど、巻きあれ高かった割に本当燃えなかったですね。燃えなかったね。あ、なんで？水分含んでたからかな。まあ、乾いてないというかまだ、うん。乾いたやつを売ってほしいところですけど。もうね、うん、テントを建てた女性二人のキャンパーは、高校とこうすぐ巻きつけてたのに。そう、もう周りに類焼するんじゃないかというぐらいの勢いで炎が高く上がってましたけど。僕ら無言のおっさんが、うん、青白い炎しか着火剤しかつけれない。着火剤の青白い炎をぼーっと眺めながら。燃えんなぁ、うん。まあでも本当にダイソーも、それからマツキオ、デイリシアとかいろんなところでお金落としてね。うん、この2日間お世話になってるんで。そうですね。いいとこですね。やっぱ大町はね。いいですね。はい、本当に、大糸線は、まあ、ゆっくりとしか走らなくて大変だっていうのはなんか見ててよくわかりました。まあね。単線でね。単線なんでね。はい。はい。今日はメールいただいております。はい。差出人、塩葉誠さんです。題名、ラジオ霊園。ラジオ霊園の回、楽しく聞かせていただきました。私、長男でして、家の都合でちょうど霊園を探していたもので、ちょうどタイムリーでした。先立ちがいるもんですので、動画掲示板と完備された霊園がありましたので、お知らせします。はい、ラジオ霊園で僕らが、副業か定年後に、これで仕事やろうよって言ったのは、生前葬じゃないけど、生前に個人になる人に、あなたの半生を僕らに面白おかしく喋ってください。僕ら、できる限りいじりますから、みたいなやつやろうと。番組を一本ね。撮りますっていうことを言ってたんですけど。それをネット上で、霊園形式でいつでも見れるよっていう。あるんですって。うん。うん。ご紹介する霊園には、お墓に掲示板、告知板もあるようです。私事ながらよくある話で、大した遺産でもないのですが、遺産相続で、揉めてまして、告示板で遺産相続をめぐるレスバ、煽りなどが起こりそうな気もします。遺族の対応も含めて考えると、管理もなかなか大変そうです、てんでんでん。最後になりますが、ラジオ霊園のイメージキャラクターはどうしますか？というところで紹介されたのが、オンラインお墓、あなたのことを忘れない、令和の里、記念樹公園。公園の園は、公のハムって書く公園。公民館の公。縁は、叙々苑の縁。あ、草辺に。うん。はいはいはい。た書いて、あ、また書くみたいな。あ、しねみたいな。そうそう、たひねみたいな。たひねみたいなね。令和の里記念公園っていうところで、これは、太宰府か九州の方にあるところの、九州、福岡にあるお墓っぽいんですけど、はいはい、樹木葬のお墓のオプションじゃなくて、デフォルトでついてるみたいなんですよ。あ、はいはいはい。うん。写真や音声、メッセージを残せます。個人の写真、音声メッセージ、動画をアップロードできます。写真は、JPEG PING GIF 形式。動画は MP4 形式。音声データは MP3、ACC が取り扱うことができます。容量制限、制限がございます。双方向でのメッセージやり取り、コメントの書き込みにできる告示板を用意しております。亡き個人に伝えられなかったこと、もしからメッセージやご案内など自由に書き込みくださいっていうところで、結局これは、樹木葬なんですよ。で、樹木葬って、なんだかんだで、僕ら樹木葬って、樹木の下に埋められて終わりやと思うじゃないですか。一応そこに銘板は立つんですね。あ、
だから実質お墓みたいなもんですやっぱり。だからあの墓石の代わりに木があるよっていう。うん、そうそう。でも前にはここに坂本シスっていう大理石のプレートみたいなのができるから、うんうん、まあ墓っちゃ墓なんですよね、うん。で、向こう16年間はこの動画はキープするよ。はいはい。でそこからはもう16年か30、16年かな。で、もうポイしちゃうんですって。ポイっていうか。もうポイする必要あんのかな。管理はもうしないっていうことみたいです。うん、そうなんですよ。だから、こういうサービスは、ついにやると。まあね、冷静に考えてみたら、うん、みんなが勝手にそれぞれ YouTube 作っときゃええだけの話。そう。はい、どうもこんばんは。なんとか G やです。そう。もう、多分これを見てる頃には、俺はこの世からいなくなってるけど、そういうやつね。そうか。だから、うん、いつなんでしょうね、この飽和する YouTube の動画って、うん、いつクロージングしていくんでしょうね。まあ、もちろんね、だからその、うん、10年後にもあるのか、20年後にもあるのかっていう心配を担保するために、うん、まあそういう霊園形式で。でも結局16年間だったら消えちゃうんですよ。うん。いや、だからその、他の人が見れないとか、うん、家族しか見れないとか、うん、まあそういったことを全部合わせると、まあそういうウェブ霊園というか、うん、そういうので、まあ16年後を見るやつがそもそもおるのかっていう。でもね、もう話題にされなくなった段階で、うん、あなたはもう死んでるんですと。まあだから誰かの思い出が消えた時が。2回死ぬって言うじゃないですか。うん。まあそういうことですよ。まあでも、その人の動画にまたレスをつけるように、ツリー型にその息子もつけていけば、そうそうそう。あなたのヒストリーというか、ファミリーヒストリーが。だって、ファミリーヒストリーしてほしいでしょ？うん。僕も泣きたいもん、あの NHK の社室みたいなところで。うん。でもそんなにみんなのおじいちゃんおばあちゃんって劇的な生き方してる？いや、なんか結構してそうな気がするな。そう？なんか、うん、あなたのおじいさん探したんだけど、なんか寸借詐欺の常習だ。いや、やめて。でもこれ何回か僕の、祖父の話はしてるんですけど。うん、何、満州開拓団。それではないですね。はい、モーマン義勇軍になるって言って。うん。舞鶴の軍港で捕まって戻されたって。そこまでね。いや、小倉おじいさんは、うん、岐阜の生まれなんですけど、はいはいはい、岐阜の生まれで、まあ、頭が良かったみたいで、うん、東照大寺の方に、出家したんですって、仏門に入ろうとして。奈良。田舎から。奈良の。うん。はいはい。で、行ったんだけど、なんかその東照大寺に行ったんだけど、やっぱりその、いいところの息子とか、うん、有力なお寺の息子とかが来るから、うん、全然もう、実家が太いんですね、他の子らは。まあ、そりゃそうでしょ。みんな、檀家さんとかがね。そうそうそう。実家が太いから、うん、なんかめちゃめちゃ金いっぱい持ってるから、うん、女遊びめっちゃみんなするんですって。俗物にまみれて。もう帰ったらできへんからね。と東照大寺なのに、うん。東照大寺やけど、うん、言ってみたら東京の大学に行ったようなもんやから。そうそうそう。で、それでもうなんかもう失望して、うん、で、もうなんか、もう摩義勇軍に入りますっていう置き手紙をして、うん、抜けていって、舞鶴の軍港で捕まって憲兵に、で、戻されて、うん、っていう話は聞きましたけど。その後は？その後は、まあなんかいろいろメディアス工場を作ったりとか、うん、靴下を作ったりとか。なんか昭和の初めっぽいね、メディアス工場って。メディアス工場ってよく聞くでしょ、うん、で、あとは、シェパードとかいっぱい買ってたみたいで、ブリーダーみたいなことしてたみたいで。なんかだんだんなんか軍に、怪しげな。軍に犬を下ろしてたって言ってました。怪しげすぎるでしょ。元宮博が描きそうな漫画に出てきそうやん。海賊と呼ばれた男的なね。はいはいはい、うん、でも昔ってそういう風に次から次へと点々と、うん、だからそこそこ財を残してるから、うん、まだ何もあのおじいさんはすごい、うちのおじいさんのおかげでお前ら苦労もしないんだよって言われるけど、うん、ちょっとつまずいてたらあの宝刀じじいって言われてたんでしょうね、うん、まあ昔で言うところの山師って言われるようなね、うん、あの儲かることをこう次から次へとやっていくみたいな、そう、うん、でも聞いてみたいでしょ、でもおじいさんの話とか俺、うん、いやあまり、うん、黒いとこ出てきたらどうしようみたいな。そうそうそう。なんか俺父親とおじいさんのことは何も知らない。ひいおじいさんとひいおばさんね。あの母方のひいおじいさんはもうあの滋賀県から出地奉公で出てきて、一代ですごい大会社の食肉会社を作ったっていうのだけは知ってるんですけど。まあ滋賀に坂本っていう地名も有名ですし、うん、まあ一族なんでしょうね、多分。そうなんでしょうね。だからその大見八幡出身ですから、うん、言うても。なんか本当に大見商人。
だったんですよ。だからそれはもう小さい頃から嫌というほど聞いてるんで、うん、もう今更今更そんな話聞いても聞いても別になんか黒い話聞かされるんじゃないかな。逆にね、嫌じゃん、その自分のおじいさんとかのなんかあの こういうだってやっぱ大阪で食肉関係の仕事を始めて会社を立ち上げて、うん、まあやってきてるわけじゃないですか、うんうん、黒い関係ないわけないでしょ。で講演会入ってる講演会も山ほどあるんですよ。でも講演会の名前が怪しいもん。触れたらダメだね、うん。そんなことファミリーヒストリー一回も言ってくれないですからね。言ってくれない。いや、だから、これって、散々、昔だったら記録って残らないけど、僕らの世代ぐらいから嫌っていうほど、いろんなデータが残るわけじゃないですか。はいはい。まあ、ストレージが破壊されたらもう一回の終わりだけど、まあ、神にしとかないとダメっていうのも多分あるかもしれないけど、サモサなんかほら、もう、一年間聞かないとわからないぐらい、イニシャル G から、ノギズまでの音源があるわけですよ。ほら、ソニックン、これがお父さんがいろいろ語ってた30年間分のトーク番組だよ。聞くのも嫌やな。その、ソニックンの息子にまだ聞かせることもあるかもしれないじゃないですか。そう考えるとね、やっぱりラジオってやっとくべきかな。聞かんやろ。聞かんやろ、まず。まあでも、この回は聞いといてねっていうのは、なんかブックマークに入れとくとかやっといた方がいいかもよ。まあでも本当にね、あの、もう自伝書きたいとかそういう欲がないからいいよね。だってこれ聞いたらわかるもん、ね。いや、どこ聞いたらいいかわからんで、いっぱいありすぎてよくわからんから、ベストセレクションみたいなあるでしょみたいな。まあそういうのは一旦自分で、マイベストフェイバリットトーク集みたいな作っといていいんじゃないですか、まあ、で聞いてやこれみたいな。まあでもやっぱり、まあ、動画とか、は残すような、そういう例みたいなのはあるんでしょうね、いっぱいね。いや、でね、まだもう一個あったのは、この葬送式っていうサービスが、これはまあ、言われてはない、メールでもいただいてないやつなんですけど、要は、死んだ人の、絵の寄せ書きみたいな感じのイメージでサイトを作るっていうのがあるみたいで、まあ、例えば密葬とかで、あんまりお別れ会ができなかったから、バーチャルで、一周期でみんなここに集まって書き込んでくださいね、みたいな感じ。で、そこに写真をいっぱいアップしてもらって、寄せ書きをね、ネットで寄せ書きをみんな集めて、写真とかアップロードしてもらって、寄せ書きをこうプリントアウトしてもら渡すっていうサービスがあるんですよ。それは1枚2000、3000円でするようなサービスなんだけど、それの葬式版、そんなサービスが、ありました、はいはい。で。無料でサイトを作って、まあ思い出を集める追悼サイトを作ろうぜっていう感じ。まあね、もうこれからね、もう結婚式より葬式の方が多くなるのは分かってる、まあすでに多いんでしょうけど、まあビジネスとして、ほら、今いっぱいあるじゃないですか。骨をペンダントにしますとか、まあ今のその寄せ書きもそうですけど、誰が金払うの？その遺族。あ、遺族？遺族が、あ、お父さんのこんなチャーミングな写真私見たことないわみたいな写真を多分誰かが人望があればね、あげてくれるんですよ、でそれをフォトアルバムみたいにやって、コメントと一緒に、スーさんありがとうございました、温かい指導は忘れないですみたいなものがつらつらと、まあ、でもそれだけ人望あるんだったら、葬式やると思う多分でしょ、で、まあ、スーさんって、スーさんねすごい人望あると思うんですけど、今までここ10年ぐらい、だんだんと結構知ってる人たちが定年退職していってるでしょ、今まではもう全然上の人たちだから、若手の時から付き合ってた人を。そう、一緒に仕事したような人たちが定年退職していくんですけど、辞めてから、連絡取ろうって思う人います？ほとんどいないね。いないでしょ。びっくりするぐらい、どうでもいい。仕事だからね。いや、本当に、仕事でお世話になりました、的なことをよくテレビのドラマとか、いろんなとこであるじゃないですか。熱い支援、ありがとうございました、みたいな。そう。指導、みたいな。あと、よく思うのが、人生の楽園っていう、人生の丸ペケというか、答え合わせ。答え合わせのような番組。いや、あれ答え合わせなんか、あっこでも答え出てない人もいると思うけどな。あと、例えば、一人ぼっちゅうか、こんなとこで、なぜこんなとこで住んでるのとか。一軒家とか。怖い答え合わせですよ、あれも。そう。あれで、たまにまあ、公務員とか警察官のことが、昔に働いてた時の若い人たちが遊びに来てくれてね、みたいな。おー、あるある。あるでしょ、あるある。結構みんな集まってくるんだよ、って。それができる人って、そういないでしょ。あ、そう。それ言い出したら、新焼きしたゼリー山の、
もやにぃは慕われてるね、うん。そう。いや、だって。ダイキンの社員が来てくれるって言ってますもんね。いや、だから、例えば、その辞めた人が、なんかそういう酸素を作ったから遊びにおいでとか。うん、いや、また行くね。行けたら行くわ。行けたら行くわでしょ。で、自分がもしそれを逆の立場で作ったとして、うん、誰か来るっていうイメージある？ない。ないでしょ？ない。だって、ちょっと怖くて、うん、ちょっとラジオをやってるっていうことを知っている知り合いに、うん、僕まだ一言もイベントの話してないですから。でしょ？うん。いや、だから、ね、来なかったら嫌やし、なんかそれを思って、うん、なんか来ないといけないのかなって思わせるのも嫌だなと思って。ポリンスキーには言わないとダメだなと思ってますけど。いや、だからね、本当にね、仕事で付き合った人と、定年後にも付き合いが続くって、ちょっと、まあ、警察官みたいな、うん、一緒に修羅場をくぐったみたいな、うん、視線をくぐったんだったら別なのかもしれないけど。だから、いかに個人の携帯なり、うん、LINE なりを知ってるかでしょうね。うんうん。それでも誘われたらめんどくさいもんね。めんどくさいね。うん。いや、だから、そういうのを。難しいよね。仲良くなりすぎると仕事やりにくいしね。うん。だから、寄せ書きとか、うん、怖いわ。まあ、でもそれだけで一周期後にそれが集まるって言うたら相当な人望ですよ。いや、だからそんな人はそもそもやなっていう。だって無理やり僕もこの前の蝶とか寄せ書きとか書かされましたけど。うん、書くことないやん。書くことなかったですよ。ダンディーでしたね。みたいなこと書くぐらいですからね。そう、だからね、まあ会社でもメールで回ってきますよ、うんうん。もうそこそこ知ってる人がどん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 辞めていくんでね。退職で。うん、で、メールで寄せ書きをお願いします。みたいな、うん。書くことないから頑張ってください。みたいな。これからのセカンドライフ頑張ってくださいぐらいしかない。ないね。だからこれも当たり障りごとはどうでもよかったって思われてるんやろうなと思われてますよ、その人は。で、俺も多分そういう感じのをいっぱいもらうんでしょうね。うん。うん。だから大阪弁の話ばっかりされるんですよね、おそらく。そう。初めて見た時怖かったです。ヤクザかと思いました、みたいなことをいっぱい書かれて。書かれるんでしょうね、うん。もうそればっかりなんですよね、おそらく。だから書くことないもん。本当に。寄せ書きって残酷よね。いやー。そんなとこで自分の人望テストみたいなしてほしくないやん、うん。死んでからもされるんですよ。でしょ？うん。お父さんのためにちょっとやってみようかな、みたいな。まずアドレスが収集できてる段階ですごいよね、それ。それやったら逆に。うん、葬式したらええやんってなる。そうそう。この前、もう多分上がってると思いますけど、うん、そういう分断の締め切り気分が味わえる缶詰。缶詰のホテルみたいなね。うん、お金渡しとくんで、うん、昔、お父さんにお世話になりましたっていうのを、娘のところに行かせるような、そういう商売。いいね。うん。なんかそれ、レンタル家族みたいな感じで。奥さんとかに、うん、ちょっとお金を、若干持って行っても別にいいんですけど、うん、昔こんな風にお世話になりまして、お父さんにそんな面があったとは、みたいな。ああ。ないけどね。ないけどね。うん、すごい昔お世話になって。そう。まあ、それ女の子が来たらちょっとお手すぎでもしてたのか。いや、まあ、じゃあ男でもいいんですよ。男でいいですよね、うん。昔助けられて。まあ、それがなんかね、公務員とか、うん、侍業だったらありそうですよね。その消防士とか警察官とかだったら。そう、だから消防士とか警察官だったら、それこそ人生の楽園とかああいうので、うん、後輩が慕って今でね、遊びに来てくれるんだよっていうのはあるでしょうけど、うん、普通の会社はないから。そう考えたらやっぱり警察官とか消防士とかなったらよかったな、俺も。いや、無理やろ。最初の学校の時点で木村拓哉に殴られて終わりやろ。お前向いてないって。いや、だからそういう商売がもしあるんやったら、ちょっと10万ぐらい渡しとくんで、俺のいいとこ喋ってほしいみたいな。もう死んでからそこまで気づかんとダメっていうのもね。そうなんですよね。うん。いや、本当にね、だから、ちょっと前にね、ヤフーに、カール・ゴッチのお墓が日本にあるっていう。あるんですね。うん。話があってね。うん。で、その時に、やっぱり、プロレスファンの住職がいて、うん、お墓は用意しますと、場所は、うん。最初は探したけど、やっぱり東京都内のお墓ってものすごく高いんですって。あ、そう。うん。だからなかなかその予算がなくて無理やったり。カールゴッチのお墓はさっき聞きましたけど、はいはい、南千住にあるんですよね。そう。で、うん、まあもちろんそのカールゴッチって僕らの世代から言うと神様なので、うんうん、いろいろ探すとプロレスが大好きっていうお寺の住職が見つかって、うん、その場所は用意しますと、うん、南千住のお寺がね、うんうん、ただやっぱり墓石はなんとかやっぱり用意してほしいっていうことなんですけど、うんうん、やっぱりクラウドファンディングで今やったらできるじゃないですか。そう、それを思ったらしいんです、うん、
思ったらしいんですけど。それ住職が？うん、その、墓。ファンが。墓、ファンじゃない、あの、最後の弟子って言われてる人がね。おー。ただ、万が一クラウドファンティングやって、集まらなかった。集まらなかったら、大丈夫ですよ、カールゴッチやったら。いや、俺もそう思うよ。そう思うけど、うん、でも、万が一集まらんかったら、うん、カールゴッチ先生に恥をかかせるわけじゃないですか。じゃあ、そいつが出しちゃいいじゃん。そんなお金がないから困ってたんですよ。カールゴッチ先生ですよ。あの、アントニー猪木が独立して、ありとあらゆるプロモーターから、お前のとこにはプロレスラーを出せないって言ったときに、大丈夫だ。一人の大物外人が、猪木のところに行くよって言って、え、カールゴッチ先生、それは誰なんですかって言ったら、私だよって言った、あのカールゴッチ先生ですよ。まあ、これプロレススーパースター列伝の話なんで、ほんまかどうか知りませんけど。ぐふふって猪木が言ってただけやから。そのカールゴッチ先生に恥をかかせるわけにはいかないっていうことで、クラウドファンディングをしないで、猪木のところに頼みに行ったらしいんですけど、最初に行けよって話なんですけど。まあ、猪木だったら別にね。うん。うん。で、だから亡くなってから10年後ぐらいにようやくお墓ができて、ほんで猪木がお墓の前で、うん、元気ですかって。いい話やん。言ったっていう。まあ、一周回っていい話ですね。一周回って。ほんで、ちゃんとその後に猪木自身がね、まあ、もう死んでますけどっていう話だったらしいですよ。このヤフー記事によるとね。まあ、あの、せっかくあのね、あの、ラジオでもこういうふうにお話しさせていただいたんで、ぜひ、南千住のカールゴッチ先生の。猪木の墓ってどこにあるんですよね。え、まだ作ったのかな？いやいや、だってまだ。できてないんじゃない？できてないですよね。うん、多分。わかんないよ。でも、猪木の墓があったらもう削られてるでしょ。削られてるっていうのは？赤木みたいに。え？どういうこと？赤木みたいに。福本先生の漫画の赤木みたいに、日本中のギャンブラーが来て、うん、墓石削っていくんですよ。お守りとして。ああ、いいね。うん。うん。まあ、それぐらいどこにできるのかな。やっぱりでもね、猪木、カールゴッチ、うん、で、ジャイアント、ババ、うん、まあ僕の場合、ジャンボ作った。まああと、ダイナマイト・キット。そのあたりのお墓を全部巡りたいなっていう。なんか、奥の院あたりにそのまとめて作ってくれないですか、ね、高野山のね。高野山に。うん、プロレスのその、うん、お墓。まあ、もうカールゴッチさんの像でいいけどね。で、プロレスラー全員そこに寝てるっていう。合死するっていう。そうそうそう。この感じでいいと思います。もしくはリング。リングの形したお墓にして、ね。お墓にしていただいて。合死するっていう、うん。そこに皆さんお亡くなりになって、そこにはもうブローザ・ブロディもいるし、アンドレもいるし、みたいな。そういうお墓があればなっていう。まあもちろんカールゴッチ先生のね。まあ、カールゴッチ先生って別に俺スープレックス習ったわけじゃないけど。まあでも、みんなそのプロレスラーとか歴史に残る人は、もうずっとこれからも生き続けていくわけじゃないですか。うん、はいはいはい。もちろんね。無名の人がどうやって、うん、ね、うん、僕なんかもう、甥っ子姪っ子ぐらいしか覚えててくれないですかね、自分の子供いないから。あ、そうか。うん。だから僕はもっと人望厚く、うん、先生金配っとかな。東横先生って言われるような感じにしないと。うん。もうそれこそ死んでから、うん、先生にお世話になりましてっていうような人がいっぱい。いや、誰に行けばいいんですか、先生にお世話になりましてって。甥っ子、甥っ子に。甥っ子姪っ子に。うん。別に甥っ子姪っ子に見え張りたくもないし、別にいいけど。じゃあ、せめて、うん、やっぱりすげえ、過去最高傑作っていうのを今の間に取っとくっていう。取っといて、それを Google ストレージにずっと上げとくとか。うん、で、最後、最終回に上げて、うん、そういう、なんか、アガサ・クリスティ的な。ああ。何デビュー作にして、思考みたいな。いや、どうしたらいいんだろうな、だから。死んだ、正直死んだ後の人望とか、評判とか。気にせんでもいいんだけど。うん、全く気にせんでもいいんですけど。まあ、最後笑って死ねれば一番ね、苦しまずに死ねればいいかなと思ってるんですけど。まあ、そんなやつほとんどいないんですけど。なかなかね。うん。いや、笑って死んでるやつって、大体ろくなことしてないよ。暴れて死ぬとか。刃物振り回してるとか。ちなみに、この、令和の里記念十公演っていうところで、まあ、なんか見たんですけど、4人ぐらいしか、まだ、このネットに上げてる人いない。うん、それ、誰でも見れるの？見れる。それはどうかな？なんか、名前で検索できたりするみたい。意外と脇甘い。まあだから、晒していいっていう人ですよね。だって、お墓って基本的には晒してるわけじゃないですか。坂本の墓ってあるわけでしょ？いや、お墓はそうですけど、うん、動画は家族のみとか、親戚のみとか。いやいや、まあまあ、そういうの動画も上げてるとこまでもないけど、うん、この人は、うん、九州の炭鉱で働いて、どうのどうのみたいなことを。まあそう考えるとやっぱあれやね。うん、あの、前、名人が大阪行った時に、うん、あの、大学の時にお世話になったとか、その、あの、ゼミの先生系の人たちって、うん、やっぱりその、定年する時とか、
いや、やめてからもなんか教え子がやってきてねみたいな。いや、あれなんでなんでしょうね。大学の先生のとこってやたら行くやん、みんな。中学の先生のとこなんか行かへんやろ。大学の先生はやっぱ大人で対等にある程度ものを喋れるっていうところもあるし、うん、忘れてない。そんなにうちの先生は偉そぶらなかったっていうタイプ、うん、で、ものすごい気前いいかっていうと気前そんなにいいわけなくって、うん、そんなにご馳走すっごいしてもらったとかもうあんまりないんですよ、うん。初めて野田マップ行けると思って、さすが教授、うん、野田マップのチケットを抑えて、うん、希望者分全部タダで入れるんだと思ったら、はい、衛星君、9000円って言って、金取るのみたいな、面白かったですけど、野田マップは。いや、でも本当にね、だからその大学の先生系、あと、絵の先生ね、うん、まあ、有名なところで東村明子さんの、かくかくしかじかっていう予備校というか、芸大に入る前の絵の先生が、まあ、亡くなるまでの漫画を全4巻でしたっけ？すごい弔いですよね、遺族からしたら。ですよね。だってずっと残るんですよ。いや、ほんと、陽道とかの遺族の大井龍馬からしたら、ひどい言われ方ですよ。ひどい言われ方。だってまあ、歴史に名を残すっていうのいい意味でも悪い意味でも、うん、山内陽道なんてむすろいひどい書かれ方してる場合もあるし。しかもちゃんと、いるからね。まあまあ子孫はね。子孫がね。うん、ちゃんとね。でも、大井龍馬見るたんびにひでえやつだなって思うやん。いやまあまあ、それひどければひどいほど、うん、名誉回復じゃないけど、そんなことないよって地元の人はちゃんと守ってくれるじゃないですか。うん、まあもちろんね、そらそうで、吉良上野介だって地元では名君ですから、うんうん、まあでも、やっぱりかくかくしかじかみたいに。いや、そう4巻も渡って書いてくれるっていうのは。しかも最後全員泣くんですよ。うん、俺もちょっと泣いたけど、最後。うんうん、あんなん、いや、もう、言うたんやろね。かけてかけて。うん、言ったやろね。言ったやろね。もう、わかれへんけど、こればっかりは。いや、そんなかっこいい先生おるっていう。うん。うん、いや、そら泣くでしょっていう。東村さんも東京出てきてセックスばっかりしてたらあかんやろって。もう、いやいやいや。本人がそう書いてるんですよ、漫画の中で。書いてるのね。あの頃の私頭がおかしかったから、東京出てきて浮かれ切ってて、ボーイフレンド作って、みたいな。いやいや、まあ、お綺麗ですから。そう、先生のことすっかり忘れてて、みたいな。いや、本当にね。まあ、ああいう、もちろんああいうことされたら、うん、もう、まあこれ長野の人には分からへんけど、上ジョビの CM みたいに、そんな人生が遅れたら幸せだよねみたいな。幸せですね、本当に、うん。で、上田専門学校の先生がいつもそう言うんですよ、CM で。いや、まあでもそれ、僕はちょっと恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしいですね。だから、もう、一時そのジオシティーズ問題みたいなあったじゃないですか。はいはいはい、無料ホームページで、すっごいこのネット黎明期のいろんなコンテンツが溢れたのに、うん、全部消えていくっていう。そう。だ本当にネットって積み作りで、データ消えるんですよ、どっかのタイミングで。だから僕らもこのノギツも、うん、僕がホスティングをもうやめるって言ったらもうすぐなくなって、僕は明日死んだら、うん、嫁さん更新作業なんか多分してくれないから。そもそもどうやって更新していいか分かんないもん。分かんないよね。パスワードも分かれへんし。クレジットカードも解約するし、うん、じゃあもうそれではいってなるし。だって、もう何千何百万って集まってるナロー小説も、うん、もしあの会社が、そう。なくなったら、うん、消えるんですよ。そう。それは、損失ですからね。人類の。いや、だって、もちろんね、うん、ものすごいダサ食いは山ほどあるんですけど、やっぱ中には。だから、本当にフィジカルに物質化しないとダメなんですよ。印刷するとか、メディアに焼くとか。やっぱ、書籍化って大事やな。書籍化大事だと思いますよ、なんだかんだで。書籍化すれば、一冊は、国立国会図書館に入ってるわけでしょ。検本しなきゃいけないですからね。うん。いや、してないのかな、うん、してるでしょ。いや、基本はしなきゃいけないですからね。うん。だから、どっかに残ってる、うん、わけですからね。やっぱそうすると やっぱ神、現物、神で小説とか文章は強いですよ。うん、やっぱ、スタヤはいるんじゃないの、うん、どんどん潰れていってるけど。いるね。うん。サブスクって言うけど。うん。うん。なくなっちゃったら終わりですからね、本当に。うん。まあ、でも本当にね、まあ、かくかくしかじかの話もそうですけど、うん、まあ、そうですね。やっぱり思い出から消えるのが第二の死みたいな話ですけど、どっかになんかそういう動画とか音声とか残るのはいい気はしますけどね。ラジオ霊園のこの僕らがやるサービスのイメージキャラクターは誰にするかって聞かれてるんですけど、うん、誰がいいですかね。イメージキャラクター、うん。まあ僕らラジオ霊園は多分これ見たら、うん、あ、多分ダメだなと思ったから、うん、
あくまでも音声を取る行為だけのサービスしかしないです。やるとしたら。霊園自体を作るんじゃない？霊園は作っても多分ダメなような気がしてきた。でも YouTube ってやっぱなくなるのかな？いずれなくなるでしょうね。だってあれだけのやつを、うん、じゃあ YouTube もどっかのタイミングでジャッジするタイミングが出てくるんですよ。はいはい。再生数1万以下、クソ、消す。はい、うち全部。あ、風の大地だけ残るわ。まあもちろん、YouTube って名前自体が突然ある日突然 X 的に変わるかもわかんないからね。多分ね。うん。まあ大体違法アップロードしてるやつも多いから、別に なくしたところでって思いますけど。うん。うん。難しいな、これキャラクターって言われても。難しいですね。うん。浜村淳さんとかどうしはんねやろ。いっぱい霊園のコマーシャルやってるでしょ。やっぱお墓、まあほら僕らやっぱり淳さんのお墓行って削るわけじゃないですか。何を削るの？あの、あやかりたい、あやかりたい。純ちゃんのトークあやかりたいって言って。うん、そうそうそう。やっぱ、墓石の前行ったら、自動的に音声流れてきたりせえへんのか、ありがとう。ありがとう、ありがとう。そういう仕掛けになってるのね。そう、仕掛けになってる。ルルルルルルって。うん。何やったらもう、パーソナリティ専門霊園ぐらいあってもいいけどね。それまた奥の院に作るんでしょ、小屋さんの。うんまあ、もうそこの墓石の前行ったら、うん、もう自動的に。ヒロティとか、うん、浜村淳とか、コンちゃんとか。みんな出てきて、ほんで もう名古屋のクリームの宣伝が流れるみたいな。スジャータ。スジャータが流れるっていうね。そうですね、うん。キャラクター、スジャータを擬人化したのもんでいいんじゃないですか。スジャータ、スジャータくんとか。スジャータくんで。あ、メロディアミニでもいいですけどね。今はどうなのかな。またスジャータが流れてるのかな。スジャータ流れてないですね、今ね。あ、そうなんだ。うん、はいはい、全然。うん。まあ、そんな感じでね。はいはい、本当に死後のことなんで、誰にもわからないんだけど、うん、まあ、家族がある人には、うん、多分坂本さんが言うみたいに、なんか10万円ぐらい積んどいて、うん、1年後ぐらいにね。はいはい。ご神さんには本当にお世話になって、なんか遅れてきた手紙みたいなんで。あ、はいはい。お、親父みたいな。っていうのは、なんかしたいな。僕はそういうのした。名人はあるでしょ？隠し子が出てきたみたいなやつがいいんでしょ？まあ理想ではあるけど、そんな思い当たることないですからね、隠し子なんて。なんすか、スポイとかなんかで僕の精子取られてたってことなんですか？いや、じゃあ、逆に昔お世話になってて囲われてましたみたいな。あの人にそんなところがあったとは、みたいな。僕が唯一言われたのは、よく何回かこれ出てくる、家出少女をタクシーで家の途中まで送ったっていうことぐらいですよ。あの時の女子高生ぐらいですよ。あの時の女子高生が、うん、あの時お世話になりましたと。って言ってくるぐらいだけど、うん、はぁってなると思うし、うん、嫁さんにこの前その話したら、うん、よくそんなことしたねって言われましたけど。なんで。まあ、一歩間違えたら。一歩間違えたらなんか危ない、うん、捕まったかもしれないよ、あなたって。うん、まあその時はその時連れ回してたっていうことでね。そう、はいはい、未成年誘拐とかっていうの、うん、今怖いからね。怖い本当に、うん、ということで、はい、ラジオ霊園構想はいっぱいあるっていうことで、うん、僕らは音源を供給する人らになれればいいかなと思ってます。まあ本当にね、未来永劫続くプラットフォームがあるんであればね。ないもんだって、石板に刻むしかないんだもん。それだったら音なんてどうやってなるんですか。そのシートかなんか用意しとけばいいの？そのシートでも無理でしょ。石板、結局のところみんな黒い石のやつに裸の女が右足と左手上げてるみたいな、ダヴィンチの絵みたいなやつ。ボイジャーに乗せるやつ、ね。ボイジャーに乗せるようなやつでないとダメってことでしょ？どうやって音を再現するの？だからそこにほっとくんでしょ？ほっとくの？うん。波形みたいなやつを。波形を。波形を。こんにちは。グッモーニング。うん。グタグタヌーンみたいな。なんかそういうのない。いや、まあ、だからその未来英語を残そうと思うから。でも残したいよね。そんなに？でも残しておかないとまた富士王朝だなんだって言って、うん、160年前に富士山のこの人類がいたみたいなことで、うし、北島康介とかまた騙されるわけでしょ？なんで北島康介がそんなことに騙されるのかが。もう、理解できねえですけどね。だからそれも、ちゃんと残しておけばそういうことも。なんかそういう上手いやり方があればまた考えていきましょうよ。ね、ですよね。はい。ということで、はい。メールありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆様おやすみなさい。さよなら。